こんばんは。皆さんこんばんは。始まりました、ストライフォーミーズボリューム2です。はいはい、たくまさんこんばんは。どうしよう、ちょっと待ってくださいね。スターライ、スターライホーミーズ、ボリューム2。これで長押しでしたよね。あれ違うの？あれどうやってやるんだっけ？長押しだっけ？やべ。まあ いや、いつきが来てから。じゃあということで、いつきを呼びます。いつき。これどうすんの？これやべえな。おーい。おい、つき。リクエストした？リクエストしてる？ちょっと待って、やべ、寝てる？下？もう一回やって。あ、リクエストを見るでいいの？リクエストを見て、あ、来てる来てる。来たかな？お、来た。お、えい、お久しぶりです。お久しぶり。ごずってましたね、うん、見て、あれかわいい。俺もすいません。マスだけかい。マス、マスもここにいます。マス元気か？あら、かわいい。本物じゃん。ちょっと、こんばんは。ちょっと、太った？太ってないっすよ。マース。はい、ということで、ストライフォーミーズ、ボリューム2は、この、吉野北と、藤原樹が、今回は、チキンナンバーを作りたいと思います。イエー、北斗さん、はい、特製のチキンナンバーを僕がね、教わりながら作る。そう、いや、ちょっとね、教えるのはね、ちょっと初めてだから、ちょっと緊張するわ。まあ大丈夫です。大丈夫、準備はいい？はい、あらかじめ、ね、いろいろ準備してるんで、はい、あと北斗さんの、あの、説明次第です。はい、ということで、はい、まあ今回は前回に引き続きストライフォーミーズをやるんですけども、はい、まあ、前回すごくね、いい、なんていうんですかね、高評価というか、盛り上がりましたね、めちゃくちゃ盛り上がったので、また僕たちで何かできないかなと思って、はい、さらに引き続いてストライフォーミーズ2を、まあ違うバージョンで、はい、お届けすることになったんですけども、はい、まあ昨日は山翔さんと高井でが、やってましたけど、見た？見ましたよ。面白かったね。はい。
高木でした。あれ、結局、できなかったよね。そうですね。いや、あれは多分無理だな。はい、ということで、僕たちは今回、チキン南蛮を作るんですけども、はい、もうあらかじめ用意してるんですよ。出ます。こんな感じで。お、いいね。やってるね。はい。はい、ということで、チキン南蛮を作っていきまーす。皆さんもぜひ一緒に。はい。はい。じゃあ早速作りますね。はい。はい、ということ、じゃあまずは、玉ねぎを用意してください。はい、玉ねぎ。玉ねぎ。はいはいはい。うわ、なんか、緊張するな。やばいよね。こんな、だってやばいわ。4万6000人の人に見られながら料理。やばいって。やばいんですけど。はい、じゃあ、玉ねぎ、準備できた？はい。あ、ちなみに手洗ってますからね。洗ってます、僕も。はい、じゃあ、包丁を。包丁を。で、玉ねぎは、みじん切りにします。みじん切り、はい、みじん切り。早速、切っていきます。で、これ、全部、こう、バスって切るんじゃなくて、はい。なんて言うんだろう。あれ。ん？なんて言うの？なんすか？全部切った、まさか。いや、みじん切りぐらいわかりますよ。いや、違うんだって。やり方があるんだって。なんすか、なんすか？途中まで切るんだって。ちょっと、途中まで説明できないからいいよ。とりあえず、みじん切りすればいいですか？うん。やばい、めっちゃ緊張してる。手が震える。手がめっちゃ震える。いや、これちょっとやばいわ。俺そんな、普段あんましないっすから、ね、料理。いや、もうね、言って、俺も最近やってない。なんか俺も最近、最初は自炊してたんですけど、もうちょっと飽きちゃって。いや、俺もね、ちょっとね、もうやりすぎて、はい。めんどくさくなっちゃった。そうなんですよね。俺も最近なんかデリバリーとか頼んでます。結局そうなっちゃうよ。はい。楽だし。え、みじん切りできる？え、一応、できますよ。で、全然細かくしてもいいけど、はい。食感を楽しみたいなら、はい。ちょっと、なんだろう。太めでもいい。はい。え、これは、細かく切る。ね、タルタルソースですか？そう。これはタルタルソース用の玉ねぎ。そう。はい。やべえって。すごい。どうしよう、失敗したら。失敗したら、まあ失敗したらで。そうやん。また挑戦しましょう。で、できた？はい、できました。そしたら、まとめて、え、ザルある？ザル。ザルありますよ。ザル。これ。あ、え、これ、こんな感じのやつ。あ、アミアミっすか？そう。ありますよ。これに、はい、はい。これに入れます。入れます、はい。あ、これこぼしちゃうから気をつけて。はい。これさ、1時間で終わるかな？いや、ちょっとそれが心配ですよね。結構マイペースじゃん、俺ら。はい。だってまだ、もう10分経ってますからね。もう10分経った。やば。はい。ちょっと、急ぎましょう。で、これを？で、塩、はい、塩振ります、塩。あ、塩。どうした？塩。まあ、適当に、ワン、ツー、スリー、フォーぐらいやって、ちょっと揉んで、で、水につける。
水につけるんで、はい。え、これ聞こえてる？あの、歌。聞こえてますよ。あ、OK。ちょうどいい感じ？はい。OK。ちょっと、今、コメントあんま読めないんですけど、すいませんね。すいません、ちょっと。つけた？水。つけました。はい、次。はい、じゃあ、あらかじめ用意してた、この、卵。卵。あ、卵。はい。ゆで卵。はい。ゆで卵ね。はい。OK。ちょっと待って、これ。見えにくいよね、これ。うん、少々お待ちを。これちょっとアングルむずいっすね。ね、むずいな。これでどうですか？あー、いい感じです。はい、じゃあ、これを切りまーす。これを切、あ、ちょっと待って、俺向いてなかった。あ、嘘でしょ。今向いてまーす。はい、で、この、黄身。先に詰めてください。OK。あ、ちょっと、不器用なのは、最強ということで。で、この黄身と白身を分ける。はい。で、白身を切ります。どのくらいですか？こんぐらい。こんぐらい。はい。なんか適当っすね、もう。うん、適当。結局混ぜるから。はい。やばい、5万人見てるよ。なんかちょっと、5万人に見られてるって忘れますね。やばいね。でもちょっと手震えるんだけど。ちょっと今回はあんまりコメント読めないかもしれないですけどね。うん。で、ちょっとこれも、みじん切り風に。はい。まあ、軽くでいいよ。はい。はい。はい。で、黄身もやります。黄身。これね、いつもね、はい、こういうタルタルソースは適当にやってるんで、はい、ちょっと雑かもしんないですけど、参考にならないかもしんないけど、ちょっと甘めに見てください。で、もう一個。今何個目？卵ですか？うん。1個目です。もう一個いるのか、卵。もう一個いる。また剥かなきゃ。これコメント見たいな。確かに。どうしよう、めっちゃ下手とか書かれてたら。否定できないけど。やばい、無心になっちゃうわ。無言になっちゃいますね。うん。なんか、急がなきゃ、なんかちょっと焦ってるわ。でも最悪、はい、もう1時間、無理か。無理だ。無理です。時間厳守です。まあ、最悪あれじゃない？ズーム。その後の、アフタートークで。はい。アフタートーク、モバイルで、もしかしたら。はい。こぼれるかもしれない、そこに。はい。で、オッケー。あ、ちょっと詰めてていいっすよ。で、さっき、水を、玉ねぎをつけた水、切って、ここに入れます。玉ねぎは出せていいよ。まず、マヨネーズから。はい。あ、ちょっと俺読んどくわ、コメント。はい。あ、
張して、あ、タグやってない。あ、あ、待って待って。タグ長押しですよ。やばいやばい。あ、危ねえ。え？長押し？長押しです。いただいホーミーズのコメントの部分を。で、玉ねぎの入ってたボウルに卵を入れる。よし、たらい。でいいんですよね、あれ？たらいフォーミス。ボリューム。これ長押し？長押しです。で、はい、乗せるって感じ？置くみたいな？え、待って待って、はい、何分ぐらい長押しすんの？え、出てこないですか？あれ、長押しだっけ？で、なんか固定するみたいに出てきません？出てきません。え、ちょっと待ってあ、投稿してから長押し？そうですなんだちょっとコメントが上に行っちゃって無理や。もう一回送ります？もう一回送って、これ終わるかな。いやちょっと危ういな。いました？あ、ちょっと一旦置いとくわ。ダメだ。そうですね。まあまあまあ。まあまあまあ。これにマヨネーズ入れるんで。これにマヨネーズ。はい。はい。あの分量、わかる？あ、はい。あの、さっき送ってくれたやつですね。そう。分量が。結構入れますね。そう。100。いいよ、入れて。え、あの、卵にいいですか？いや、卵入れて。これ？そう。これにマヨネーズを入れた。そう。じゃあ入れます。おうし。おう。おう。愛嬌ということで。よし。はい、入れました。で、玉ねぎ。はい、で、砂糖。砂糖。はい。あ、待って。はい。やっぱケチャップから先。ケチャップ、はい。これも適当に入れます。はい。次、ケチャップ入れるんですね。そう。ケチャップちょっとでいいよ。はい、入れました。あ、ちょっと待って。ケチャップ入れたら、砂糖入れて。はい。砂糖。うん。よし。で、玉ねぎ。結構ね、砂糖も入れるんですよ。あとで分量とかあれですよね、なんか別でブログとかに載せたら、うん、ですね、ちょっと今時間ないんで。玉ねぎ、ま、意外と簡単でしょ。はい。で、混ぜる。はい。やばい、ちょっと BGM 止まった。やばい、5万人見てる。いや、もう20分だ。マジか、やべえ。やばいっすよ。よし、じゃあこれでタルタルは完成ですか？そう。はい、完成。タルタル、見えるかな？
時間があればな。こんな焦らずに。確かに。もうちょっとマヨネーズ入れ。来ましたよ。はい、ちょっと待って。あ、うめ。はい、次。次はですね。うまっ。むしろうまい。うまいっす。はい、甘だれを作っていきます。はい。はい、じゃあですね。こちらのお鍋の方に。やべえ。鍋の方に、薄口醤油炊く、そして、小口醤油を炊く、入れます。これはもう、混ぜてあります。はい、はい、入れます。入れました。はい、次。お酢、200。はい。お酢200。はい。OK。で、みりん。みりん。50。はい。で、砂糖。砂糖。これが多いんですよ。200。すごい。はい、入れます。でも俺あんまね、はい。普段、測んないんだよね。どうですか？もう感覚。はい。途中で味見してやってる。で、混ぜます。沸騰させて。あー！もう終わるよ、多分。沸騰させますよ。沸騰させる。はい。もう混ぜる、混ぜる。混ぜるだけ。そう。お、これはもう早いですね。あ、間に合いそう。ね。こんな感じです。タルタルソース。ちょっと甘めです。で、これね、中火でいいよ、中火。中火。めっちゃ俺黙ってない。はい、中火。中火、中火でいいよ。中火。中火。で、砂糖の塊がもうなくなったら、はい。大丈夫。もうすぐ多分溶けると思う。はい。OK。はい。はい、じゃあ一旦止めて。もういいんすか？もういい。また後で、あ、もう溶けた？溶けました。あ、まだ。まだ、じゃあまだやって。はい。油温めてきます？うん。これも温めとこう。中火でお願いします。メンバーも結構コメントしてますね。すいません、返せなくて。必死です。ごめんなさい。タルタル系男子、スキピ。どういうこと？大丈夫かな、もう。あ、結構ね、結構メンバーが助けてくれてるわ。お。はい。はい、多分溶けた。オッケー。そしたら、はい。卵。卵。卵を、はい。2、溶きます。2個。2個。2個溶きますね。危ない、危ない。めっちゃ下に落ちてんだけど。
卵何でもいいですか？2個ある。2個あります。これね、画角が難しいんだよね。いいですよね。あと2人だからちょっと狭いし。そう。で、この時、殻が入らないように気をつけましょう。はい。そして、混ぜます。混ぜます。めちゃめちゃシュールじゃん。でも 5.4万人すごい。混ぜてます。これはしっかり混ぜましょう。はい。あ、熱いわ。で、混ぜたら、はい、今何時？今30分ぐらいです。26分。 OK。 で、はい、混ぜました。はい。で、ちょっと一旦下がとんでもないことになってるから拭きます。はい、はい、で、こっからあれですよね、チキンナンバーですよね。メインの登場です。あげます。これからお肉をあげます。はい。で、これ見にくいんだよな、まあ、まあ、ちょっと。はい。こんな感じになってますね。はい。で、お肉切りました？あ、大丈夫です。切ったやつ買いました。はーい、俺も。はい。はい。で、切ったやつを。OK、はい。はい。この、薄力粉に。つけます。油気をつけてね。つけます。はい。あ、もうこれ投入する感じですね。そう、つけて。まだ余熱中です。 OK。 じゃあつけていきますね。どんどんつけて。これはどのくらいつける？つける。もう食べ口あれ。おい、心配ぞ。もう、周り全体的に。はい、白くなるまで。そう。はい。つけてまーす。手でやってる？手でやってます。はい、OK。やばい、めっちゃ熱い、やばい。俺も熱くなると思って冷房つけてます。それは、賢い。まーすー。マース今ね、真裏にいます。かわいい。最近キッチンでなんかしてると絶対来るんですよね。お腹空いてんじゃないの？あと30分ぐらいでご飯です。ちゃんと餌あげてる？あげてますよ。もうすぐミャンミャン泣き出すと思います。かわいい。はい、つけた？つけました。はい、そしたら、はい、もうあげます。あげちゃいます？そう。これもちょっと熱いからね、マジで。気をつけて。はい。はい、ちょっと、こうマジで難しい画伯じゃない、画角が。はい。で、これに、卵、さっき溶いた卵に、はい。つけます。つけてから入れるんですね。そう。早速いきまーす。はい。この音。聞こえる？これまだ余熱中なんでちょっと待ちますね。ちょっと遅いんですよね、俺。IH だから。IH か。はい。これは、ちょっとあれだね。遅いの。間隔を空けて、つけていきます。これは何分ぐらい揚げます？これはもう間隔です。間隔？間隔。表面がちょっと焦げるっていうか、濃くなってきたら。これもできました。OK。はい、で、卵につけて、
これも全体的に卵をつけて、はい、油に入れます。よし、オッケー、完璧。全部入るかな、これ。まずは表面だけ。はい。よし、その間にもう一回ハッシュタグを。これ難しいんだって。だからコメント打って、そのコメントを長押しです。あ、オッケー。ちょっと待って。え、これさ、はい、間隔空けちゃダメ？感覚ですか？どういうことですか？感覚。感覚。間。スペース。あー、どうなんだろう。いいんじゃないですか、開けて。適当か。あ、わかった。なんでできないか。ハッシュタグつけてないわ。なるほど。やばい、ちょっとね、鍋がちっちゃいから。はい、来た。ああ、やってきた。ハッシュタグつけてないからじゃん。あ、やばい、忘れてた。あげてますよ。はい。やばい、もうあれですか、裏返します。いや、ちょっと待って、見して、見して。シングルソン。どれ？待ってくださいね。ちょっとね。こちらです。あ、なんかおしゃれな。ね。いや、この、ね、この時期に買ったんですよ。このために買ったの？はい。いや、この時期に、なるほどね。僕も唐揚げ何回か作ったんで。買って見して見して。あ、やっぱいいや、もう裏返して大丈夫。はい。それさ、すごいね、全体的に。や、あれじゃん、全部浸ってる感じ。浸ってますよ。マジで？で、これ、あ、揚げ物用の鍋です。あ、マジで？鳥羽も少ないんですよ。めっちゃいいじゃん。逆に持ってないんですね。持ってない。揚げ物あんま、あれなんだよ。片付けがめんどくさくて、あんまやんない。すごい美味しそうな匂いが。メンバーも見てます。美味しそうだって。いや、これは絶対うまい。本当はね、ファンの皆さんに食べてほしいんですけど。確かに。まあいつか今後 ね商品化ができたらやばくない？はい、頑張って頑張ります。じゃあ俺も助手で入ります。あ、大丈夫です。ちょっとお願いします。助手で入ります。絶対何もせんやん。洗い物ならできます。洗い物ってバイトかよ。
画面に入りたい？危ないんだ。美味しそう。うわ、飛んできた。なんか表面がちょっと茶色くなってきたら、さっき作った甘だれの中に入れます。はい、あ、なるほどね。え、じゃあこっちもつけときます？え？火つけときます？いや、火つけない。つけない。つけない。はい。なるほど。これ鶏だからしっかりやんなきゃ。はい。てか、その鍋いいな。ぜひ安いんでちょうだい。じゃあ誕生日プレゼントにあげますよ。誕生日プレゼントはもっといいのちょうだいよ。はい、じゃあコメント読んでいきます。お腹空いてきたね。国一でお店だそうだって。出しましょう。何屋さんにする？北斗さん、さっき薄力粉のことを薄切り粉って言いましたよね。あ、言ったわ。ごめん、漢字読めないから。めっちゃコメント来てる。藤原一樹、ちゃんとうまそうなの草だって。誰ですか？長平。あ、あいつか。うわ、うまそう。いや、熱い。熱いっすね。これさ、はい。本当に 5.6 万人見てんのかな？なんか確かに。実感がないっすね。すごいシュールじゃない？ただ料理を作るっていう。うん。なかなか、ないっすよ。なかなかないよね。さ、プロとかならわかるけどさ。初心者にも。初心者の二人が。いい色ですよ。嘘。あ、もうじゃあ、見せて。あ、いいね。あ、もう、つけちゃっていいよ。はい。入れます。もう入れていいんですよね。入れていいよ。はい。うわ、これはうまい。絶対うまい。腹減ってきた。腹減った。これちゃんと米も炊いてますから。え？米？米炊きました。これも米炊いた。サラダも。はい、じゃあこれも入れていこうかな。池谷さん何作るんだろう。確かに。俺ら最初で良かったかもね。確かに良かったですね。良かったわ。池谷さんとか本格的な。だよ。本格的すぎて恥ずかしくなっちゃう。で、お皿を用意しましょう。汚いな。めっちゃこぼしてる。後で片付けましょう。うわぁ、うまそう。で、ちょっと時間置きます。はい。お皿ってのはもう食べるお皿ですか？そう、こういう感じ持ってるか。出ます。
じゃあ美味しいぞ。しっかり味を染み込まして。よかった、間に合ったわ。確かに意外と。これは何分ぐらいつけるんですか？もう感覚うわ、まあ大体これは5分ぐらい、はい、5分ですか？5分ぐらい、でももう5分経ったやん。もうちょいじゃないですか？もうちょい。俺濃いのが好きだからさ、はい、結構 長めにつけちゃう。つけてます。わ、 5.7 万人だって。すごい増えてるもう大丈夫じゃないだって。いや絶対5分経ってないっていうコメントが来ましたよさっきいや本当はね、全然みんなの皆さんの感覚で大丈夫です。これはまあ濃い人が好きな人は、まあ、5分以上つけて、薄い人が好きな人は5分、うん、そうで、ちょっとね、あの、はい、チキン南宮崎のチキン南蛮は、ちょっと、サクってよりかは、なんだろうな、ちょっと、柔らかいの。確かに。しっかりしますね。そうそうそう。だから多分、時間5分ぐらいつけてた方が、しっとりなると思う。なるほど。これが宮崎のチキン南蛮ですね、本場の。本場のチキン南蛮。本場のチキン南蛮？チキン南蛮？チキン南蛮？北斗くん、それ全部食べられないよね、絶対だって。結構量多いっすよね、これ。結構多い。相当多い。でもね、でも、はい、チキン南蛮はね、余裕で食べれるから。いける、え、北斗さんいけるんですか？あんな相当。これはいける。これはいける。ラーメンしか食わないと有名な北斗さん。でもラーメンは卒業したよ。卒業したんですか？うん。いやでもこれはマジうまそう。すげえ。できちゃった。あれ、リキヤさんがコメントしてる。イケメンの後はハードルが高いって。そんなことはないです。だってもう、リキヤさんの料理、習いたい。料理教室やってほしい。これはリキヤさんのグリーンカレーがもう一回食べたいです。うわ、わかる。これね、うわ、そう。あれね、はい、そう。もう直で作ったやつも超やばいね。やばかったですよね。ね。なんかスパイスがめっちゃ効いてて美味しいね。それからちょっとグリーンカレー好きになりましたね。わかる。俺もね、グリーンカレーあんま食べなかったけど、あの、リキヤさんのやつ食べて初めて好きになった。確かに。あ、ジンさんありがとうございます。褒めていただいて。待ってる間に地元の良さとか教えて。だって宮崎の良さは何ですか？宮崎の良さは人がいないところです。あ、いいっすね。人がいないとやっぱりその、ま、なんだろう、街が広く見えるというか、うん、景色がね、見えやすいの、うん、ビルとかもないし低いから、はい、景色がね、めっちゃ綺麗、夜になると。うわぁ、いいなぁ。ちょっともう5分経ったからもういいんじゃない？あ、はい。忘れてた。後で聞くわ、いつきの。これをじゃあもうそのままお皿に盛り付けちゃっていいってことですね。全然いいよ。おい、まあ、その、あまりこういうのが嫌いだよっていう人はこういうのに一回入れて。はい。まあ、俺はもう直接入れます。俺も直接入れます。ちゃんと切ってね。はい。切るならこっちみたいに。絶対美味しい。やば。すごい。本格的。これ誰でも作れるから。確かに簡単。簡単だよ。ハヤトさんにめっちゃ疑われたから、ね。絶対作ってないでしょ。
これを見たらもう分かりましたよね、多分。これは作れるな。すげえ。うわ、ちょっと失敗かも。え？ちょっと味が、匂いが。匂いが。あ、でも多分大丈夫。食べたら大丈夫。うわっ。で、きれいに盛り付けをしていきます。うまそう。絶対美味しいじゃん。やばい。はい、で、さっき作ったタルタルソースを上に好きなだけかけてください。うわ。俺タルタルソース大好きなんですよね。タルタルソースね、美味しい。普通に。しかも普通に手作れるから。はい、本当。自分好みで作れるから。今回はちょっと目分量で、目分量じゃない。ちゃんとした分量で測ってやりましたけど、これ全然自分なりのあれでいいんで、味付けでいいんで、むしろそっちの方がいいかもしれない。はい、これをかけていきます。どんな感じ？かけましたよ。かけたの？え？早っ早っ、一緒にやろうと思ったのたっぷりいきます。俺もたっぷりかけました。いや、よかったね、なんとか間に合って。なんとか間に合いましたね。めっちゃ俺かける人だから。やばじゃあ俺もかけようはい、完成。イエイ。近所迷惑、近所迷惑、近所迷惑。完成。完成です。お、いいじゃん。うまそう。うまそう。いい感じ。これ、あれだよね、味だよね、問題は。そうっすね。あ、これスクショタイムする？あ、しますか。あれ、大輝さん？大輝さんいるんですか？大輝さんが来た。左利きって来たよ。いや、あの、あれっすよ、反転になってるんで。あ、なるほどね。いや、あと少しで6万人、はい、やばい、6万人。むずい、これ見えるかなスクショタイムですか、これ。スクショタイムありました。大丈夫、マウスは。マウスね、今ね、ここに寝てる。あ、かわいい。ご飯もらいに来た。マウス。俺の膝に乗ってる。一日だけ貸してくんない？嫌です。一日だけ借りたいな。一日だけ。ちょっとね、俺今犬派だからさ。はい。ちょっと猫の魅力を。じゃあ。一緒にいないと分かんないじゃん。一日じゃあ俺と家変わります？いや、北斗さんが家に来て、俺が北斗さん家に来て。それは嫌でしょ。よし、もういいかな？もういいか。タイムは。OK。はい。はい。ってことで、50分。はい、じゃあ食べますか。はい。じゃあどうしよう。どうしよう。あっち行こうかな。ここで食べる？どっちでも。俺座りたいんだけど。じゃあリビングに行きますか。はい、じゃあちょっと隠しまーす隠してる間にまーす。いや、
あ、ごめん、もう着いたわ。あ、じゃあちょっと俺行きますね。そんな広くないんです。全然広く隠しまーす。あ、隠しまーす。ちゃんと隠してよ。まあ、隠すほどなんもねえけど確かに、それ。でも一応。よし。ちょっと、チキン玉持ってきます。あ、持ってきなかったんだ。でもこれチキン南蛮が映らないな。確かに。ちょっと待てよ。はい。お腹すいた。早く食べたい。あれ、大丈夫？あぶねえ、終了取得だった。あぶな。よし、食べよう。食べますか。はい。いただきます。いただきます。うわぁ。まーし。いただきまーす。は、どうだろう、味は。いただきまーす。うん、うん、はい、うん、うまっ、うまっ、うまっ、え、うまい、うまっ、やばい、お店ぐらい、うん、あ、それよかった、めっちゃうまい、いいでしょ、はい、この甘だれが効いてますね、うん、うん、おいしい、うん、米食いたい、わかる、え、さあ、はい、さあ食べれる、これはい、マスは食べちゃダメなの、ダメですあ、ダメなんだ玉ねぎ入ってるからダメですね、なるほどね、玉ねぎもう、あと少しで6万人です、うわお、すごい緊張したな、ね、もう最初手震えたもん玉ねぎ切ってる時確かに、いや僕もなんか料理結構してたけど最近してなかったからなんかブログとかで料理作ってるとこあげてほしいみたいなコメントがたくさんあったんで、うん、よかったです、今日この機会にね、お店できて、あ、もう6万人だ、だ、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、減ったやらないで、やらないで、じゃあ、アンシから、アンシ、アンシ、やばい、あつ森の、はい、あの支え店のバレちゃった、あつ森なんすか、あつ森の、あのスイッチの箱っすかじゃあ 5.9 万人の皆さん、はい、お口を開けてください、あーはい、うん、最高、うまっ、この玉ねぎ、うん、ちょっとシャキシャキしてる感じがまた、はい、確かに玉ねぎいい、違う食感があって、うん、美味しいやべえ、口開けても、肉さんあれ、これ渡辺のあれは本物ですかね、ありがとうございます。五色さん。映画見てください。おぉ。4月10日公開です。私がモテてどうすんだ見まーす。絶対見ろよー。はーい。いる？やばい、減ってるって。やば。
皆さん、ぜひチキン南蛮作ってください。北斗さん、あれ、なんですか、作り方、うん、ブログとかに載せて、インスタか。うん。載せたら多分、いいんじゃないですか。OK。いや、マジうまい。うまいね。うん。まさか6万人近くの前で、チキン南蛮食べるとは。ね、あと4分です。やばい。あれですね、この後はアフタートーク、はい、またモバイルにアップするんで、ぜひ、うん、多分また引き続き食べてるんですけどぜひ見てください。はい、そしてあれですね、ツイッターなんかします？ハッシュタグ。あ、確かに。とりあえず、あれですよね。スタライホーミーズ。スタライホーミーズ。で、皆さん、この後、はい。つぶやいて。あと、何でもいいです。北一キッチンとか、はい。チキン南蛮とか。南蛮チキン南蛮がトレンドに入ってる。ちょっと見てみてみようかな。確かに。チキン南蛮ありだ。薄力粉。薄力粉。あれなんだ、薄力粉です。薄力粉って俺ずっと薄力粉って言ってたわいや、北斗さんらしいっすね。ああよかったです、気づいてもらって。あ、そうだ、あとこの後ジブザイル、あ、違う、シブザイル、ジブザイル、ジブザイル、ジブザイル8時から、はい、さんにてやってます。多分今ジンさんと大輝さんが待機してると思うんで、ぜひそちらの方も見てください。見てください。はい、どうする、あと3分。あと3分、まあな、まあゆるく終わるゆるく終わりますか。は次は、はい、なんだっけ、あ、そうだ。ジンさん、じゃなくて。明日か。言っていいの？明日は。言っていいの？言っていいですよね。ジンさん、ケンタさん。あ、そう。のバースデー企画。そう。そう。まもなく。そうですね。ケンタさん、もうすぐ誕生日だから。うん。皆さんでお祝いしましょう。ケンタさんを。はい、みんな薄力聞こえてる。ケンタさんもちょくちょくコメントしてくれてし、うん、ハッシュタグ薄力聞こえやばいな。薄力聞こえやばいかもね、これトレンドになったら。で、これあれです、アーカイブ。あ、はい、あなんですか、アーカイブじゃない、残します、また見れるように。はい、北斗さんお願いします。それなんだよね、しっかり怖いわかります、頑張ります、しっかり見れるように皆さんが残したいと思います、はい、ということで、はい、もう終わっちゃう、終わっちゃう。ということで皆さん、あ、一言、はい、いつき、はい、いつき一言。あ、じゃあ、あ、逃げた。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。また何かの企画でやりましょう。はい。はい。終わり？はい。終わり？終わり。今日は北一キッチンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。またねー。ちょへい、島クリエイトはね、まだ進んでないよ。これ勝手に切れるよね。どうなんですかね。いや、切れない。え、わかんないっす。なんか、途中的の嫌じゃない？なんか。うん。でも、よし。でも、もう8時になっちゃった。
もう切る？はい。わかりました。じゃあまた次はアフタートークで。はーい。バイバーイ。はい。切りまーす。